豊島正幸竜王 VS、藤井聡太二冠の19番勝負第2ラウンド豊島正幸明王に藤井聡太二冠が挑戦中の将棋のタイトル戦。第6期、明王戦五番勝負、主催株式会社藤川両者2勝2敗でフルセットになっています。そしてついに9月13日、勝者がタイトルを獲得する運命の 第5局が東京将棋会館で行われます。としまあきらおが、あきらお初防衛に成功し、タイトルを死守するのか、それとも、藤井聡太二冠が三冠ダ目を獲得し、史上最年少三冠になるのか、決戦の時が迫っています。これまでのあきらお戦の戦いを簡単に振り返っていきましょう。 第一局は7月25日に行われました。角代わりの将棋から、先手の藤井聡太二冠が速攻を仕掛けて乱戦になったこの大局は、藤井聡太二冠の常識外の受けが光った一局でした。2七歩と垂らしてと金作りを目指した、豊島明王に対し、3九角の自陣角が驚きの受け、 これは二八歩制を受けただけの手であり、本来なら攻めに使いたい大駒をここで手放すのは非凡な構想でした。その後は攻めに転じた藤井聡太二冠がしっかりととしま玉を寄せ切り、95手で勝利しました。8月3日に行われた第二局は、豊島明雄が底力を発揮した一局でした。 中盤で優位に立ったのは、藤井聡太二冠。盤上を広く使って攻めをつなげていきます。対する、都島明夫は、捨て身の猛攻を開始。相手の負の利きに五四銀。と捨てる、教手は強烈でした。どこかで受けに回っていれば、藤井聡太二冠が勝利していたでしょう。しかし、 豊島まあのもうのもついに焦りが生じたのか。藤井聡太二冠は攻め合いを選択してしまいます。この判断ミスによって、ついに形勢は逆転。最後は、藤井聡太二冠が大手ラッシュをかけるも、豊島まあが正確に対処して逃げ切りました。第二局で珍しく終盤でミスをしてしまった、藤井聡太二冠でしたが、 それから一週間も経たない八月九日に行われた、対三局では正確無比な終盤力を披露します。三局続けて、角代わりの戦型となり、両者一歩も引かない、寄せ合いの終盤戦へ突入します。藤井里志太玉のは、相手の馬となりきに迫られ、いかにも危険そうな格好。しかし、 藤井聡太二冠は相手の攻めを見切っていました。すぐに受けに回るのではなく、相手玉の守りを薄くしてから、一転して受けたのが絶妙な手順で、最後は手に入れた甲を用いて豊島玉を寄せ切ったのでした。第四局は8月22日に行われました。第三局が藤井聡太二冠の解消符なら、 第四局は、豊島明王の会心譜でした。終盤の入り口で、藤井聡太二冠が刺した九三桂を的確にとがめる構想を披露。戦いの最中にじっと7九金と引いて、守りを固めたのが、攻守。自陣に、憂えのない状態にしてから、藤井聡太陣を攻略していきます。反撃してきた。 藤井聡太二冠に対し、攻め合うのではなく、受けに回ったのが勝利を確実にした、と島明王の後半断でした。最後は、藤井聡太二冠の攻め駒を一掃してから、素早く藤井里志太,太玉の王を寄せて、豊島明王の勝利となりました。この明王戦の四局が行われていた、期間中には、 両者の間で争われた、おからいおさはい第62期を位戦7番勝負の対局も行われていました。こちらは、明王戦第4局が行われた直後の8月24。25日に第5局が行われ、藤井聡太二冠が4勝1敗で防衛に成功しています。大注目の明王戦。 第5局の戦型予想をしていきましょう。両者のこれまでのタイトル戦での戦いでは、戦型が偏る傾向が見られます。以下は、大井戦と、明大戦の結果と戦型です。二日制の大井戦は、決着日を、記載6月30日、大井戦第1局としま勝ち合かかり7月14日、大井戦第2局。 藤井聡太勝ち格代わり7月22日、大井戦、第3局、藤井聡太勝ち格代わり7月25日、明王戦、第1局、藤井聡太勝ち格代わり8月3日、明王戦、第2局東島勝ち格代わり8月9日、明王戦、第3局、藤井聡太勝ち格代わり8月19日、大井戦、第4局、 藤井聡太勝ち相いか,かり8月22日、明王戦第4局、豊島勝ち相いか,かり8月25日、王位戦第5局。藤井聡太勝ち相いか,かり9月13日、明王戦第5局。王位戦第1局は相いか,かりだったものの、そこから5局続けて、 格が割り、そして現在は3局続けて相掛か,かりの戦型となっています。また、王位戦第5局以降、藤井聡太二冠は2局対局を行っており、どちらも先手番で相掛か,かりを採用しています。一方の豊島明王は1局対局していますが、あと手伝いで、 相手側が角代わりに誘導した将棋でした。以上のことから考えると、明王戦第5局も本命は相掛か,かりになりそうです。藤井聡太二冠が先手番なら相掛か,かりが大本命。豊島明王が先手番なら角代わりもあるかもしれない。と予想しておきます。また、 アキラ王戦ではこれまでの4局とも先手が勝利を収めています。先手になったから勝ち、などということはもちろんありませんが、振り駒には注目したいところです。両者はアキラ王戦が終わった後にも、10月8日から始まる第34期竜王戦7番勝負で対戦します。この、 19番勝負の第1ラウンドである王位戦は、藤井聡太2冠が制しているだけに、豊島明王としては防衛戦である第2ラウンドをアシして、第3ラウンドの竜王戦に臨みたいところでしょう。一方、藤井聡太2冠が明王ダッシュに成功すると、史上最年少での3冠となります。 それもタイトル戦で5シリーズ連勝。そのうち同一番勝負内で2敗したのは、今季のアキラ王戦のみという驚異的な強さでの獲得です。今年度だけで、竜王戦、王将戦、棋王戦でタイトル獲得の可能性が残されており、アキラ王獲得となれば、機械制覇がいよいよ現実的なものとなってくるでしょう。 現在、将棋界は、渡辺明,明名人、清、王将、豊島正幸竜王、明王、藤井聡太下伊王位、棋聖、長瀬拓也王座の四強と言われています。この勢力図がこれからも続くのか、それとも崩れるのか、大げさに言えば、それを占う明王戦、 第5曲となりそうです。次のオーディオビデオでお会いしましょう。